ユーリヒ・クレーフェベルク公の紋章1521年のユーリヒ・クレーフェ・ベルクの三公爵領とマルクク領、ラーフェンスベルクク領、ユーリヒ・クレーフェベルク連合公国は現在のドイツ領ノルトラインベストファーレン州に存在した校尺量、薄爵領の連合体の総称領域を構成する諸法はすべて神聖ローマ帝国の直属身分両法であり 同君連合という形で結びついていた。ユーリ・ヒクレー・フェベルクの名は、ウィーン会議後の1815年から1822年、短期間存在したプロイセン王国の県の名称として復活している。ユーリ・ヒクレー・フェベルク連合公国は、新生ローマ帝国の北西部の諸法の連合体として成立した。まず1423年。 ユーリーヒ広告とベルク広告が連合関係に入った。それから約一世紀後の1521年、ユーリーヒベルク公ビルヘルム4世が男子のないまま死ぬと、娘のマリアが2つの公爵領を呼び、ラーベンスベルク伯領の相続人となった。マリアは1509年、近隣のクレーフェ広告とマルク伯領の支配者で、遠赤にあたるヨハン3世と、 政略結婚しており、サリカ法の相続規定に従って、ヨハン三世が妻の相続した全領土を支配下に収めた。この連合公国は、境界領であるケルン大司教領及び、ミューンスター司教領を除けば、現在のノルトベストファーレン州のほぼ全域を覆っていた。またその息子のビルヘルム五世は、1538年から1543年までの、 短期間、ゲルデルン公国をも領有していた。ヨハン三世とマリアの結婚から100年後の1609年、ヨハン三世の孫のヨハンビルヘルムの死により、連合広告の統治者の家系は途絶え、その医療の相続をめぐる紛争が起きることになる。連合広告の三代の公爵たちは、プロテスタント宗教改革に続いて起こった。 宗教論争において、人文主義者のベジデリウス・エラスムスの影響を受けて、中道の立場を貫いた。このせいで、ヨハンビル・ヘルムの相続人とみなされる長子、マリー・エレオノーレと、ジシアンナは異なった宗派を信仰し、互いに対立していた。加えて、連合公国の領土を狙う新聖ローマ皇帝、ルドルフ2世とザクセン先帝皇、クリスティアン2世の野心が、 公国の継承問題をより錯綜させた。特に、フランス王アンリ4世や、ネーデルラント連邦共和国は、ルドルフ2世が、連合公国を獲得して、オーストリア領ネーデルラントを、さらに強国化することを警戒していた。ヨハンビルヘルムの長子マリー・エレオノーレとプロイセン公、アルブレヒト・フリードリヒの娘のプロイセン公女アンナは、ルター派であり、ブランデンブルク選定公。 ヨハン・ジギスムントと結婚していた。一方、ヨハン・ビルヘルムのジシアンナは、カトリック・シントであり、プファルツ・ノイブルク公フィリップ・ルート・ビヒと結婚していた。結果として、ブランデンブルク選定公領とプファルツ・ノイブルク公領の間で、ユーリクレー継承戦争が勃発したが、1614年のクサンテン条約で妥協が成立し、 ブランデンブルクが、連合公国内のプロテスタント療法を、プファルツノイブルクがカトリック療法を相続した。不運なことに、ビルヘルム五世の異名、富裕孔が示す連合公国の国土の豊かさは、継承争いに伴う戦乱のために破壊された。ありがとうございます。